こんばんは。1月7日火曜日のニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。国家郵政局は2020年に郵政業のサービス向上と効果的な国際配達を目指す姿勢を示しました。昨シーズン中国では雪と氷を求めて出かける観光、氷雪観光の人数が延べ2億2400万人に達しました。そしてトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席はキリバスのマウマウ大統領とラオスのシースリット首相とそれぞれ会談をしました。外交部は中東局面を注視している。この地域の平和と安定は世界にとって極めて重要であると述べました。以上が今日の主な内容です。はじめに、国家郵政局は6日の全国郵政管理活動会議で、2020年に郵政業のサービス向上と効果的な国際配達を目指す姿勢を示しました。データによりますと、2019年の宅配便取扱個数が 24% 増の630億個、売上は 23% 増の7450億元に達しました。会議では、購買物流、出荷物流を確保すると同時に、倉庫と宅配の一体化や地域的な供給チェーンの構築、電子商取引の整備などの実施が提案されました。また今年から海外向けの宅配システムを確立し、関連プロジェクトの実施を始めることも明らかにされました。昨シーズン、中国では雪と氷を求めて出かける観光、氷雪観光の人数が延べ2億2400万人に達しました。これは5日にハルビンで開かれた2020年中国氷雪観光発展フォーラムで発表されたものです。氷と雪をモチーフにした観光が急速に成長しています。この日、中国氷雪観光発展報告2020が発表され、氷雪観光の大衆化の時代がやってきたと報告されました。なお昨シーズンの氷雪観光の売上がおよそ3860億元となり、対前年比 17.1% の伸びとなっています。新疆ウイグル自治区に位置するウルムチ近くの山岳地帯で、ヒグマがかゆみを取るため、岩に体をすりつける珍しい映像が捉えられました。トレイルカメラがこの地域で同じ種類のヒグマを捉えたのは2年ぶりだということです。ここ数年、地方政府が生態環境の改善に努めた結果、オオカミ、イノシシ、アカギツネ、アイベックス、アカシカ、ムナジロテンなどの野生動物の活動が活発になりつつあります。続いてはトップハイライトのコーナーです。習近平国家主席は6日北京で中国を公式訪問しているラオスのトンルン・シースリット首相と会談しました。習主席は来年の国交樹立60周年を控え、両国の運命共同体構築事業の促進に力を入れ、両国関係をより高いレベルに引き上げることができると示しました。トンルン・シースリット首相は、ラオス中国間の鉄道敷設事業を含む一帯一路の重要プロジェクトが予定通りに竣工することを目指していると述べました。習近平国家主席が6日北京で中国を公式訪問しているキリバスのターネス・マウマウ大統領と会談しました。キリバスは2019年9月に中国と16年ぶりに外交関係を回復しました。これを踏まえ、習主席は、一帯一路とキリバスの発展戦略であるキリバスビジョン今後の20年と結びつけていくことを望むと示しました。
マンワウ大統領は経済、貿易、投資、観光、漁業、教育、公衆衛生、インフラ整備などにおける中国との協力強化に期待を示しました。外交部の高層報道官は6日、中東の局面に深い関心を寄せている。この地域の平和と安定は世界にとって極めて重要なものであると述べました。アメリカとイランの対立エスカレートについては、中国は武力の乱用をしないようアメリカ側に促すと同時に、各側に対して自制的な態度を取り、事態のエスカレートを避け、緊張緩和に尽力するよう呼びかけていると述べました。イラン政府が6日、イラン核合意の段階的放棄に関する第5段階の措置を取ると表明したことについて、外交部の高層報道官は、イランは外的要因により合意の履行破棄に踏み切ることを余儀なくされたが、効果的な合意履行の道を明確に表明している。イラン核合意に参与した各側は政治的外交による解決という正しい方向性を堅持して全力を挙げて合意を擁護するようにと呼びかけました。以上、今日のニュース、王翔燕がお伝えしました。